トンガデッキョンな、どもども、中年ゲーマーヨロさんです。さあ前回に続きまして今回もこのお時間がやってまいりました。はい、ガチャのお時間でございます。というわけで今回は、祝、2022年、福虎金河新年祭り、ロマンシングフェス、セアト編を、ガチャっていきたいと思います。今回、こちらのセアト編で狙いますのは、ラスタバンさんでございます。S スタイルが体験では珍しい混乱技持ち。最近、ちょこちょこと混乱持ちの、スタイルが登場しているので、もしかしたら次の現登場の、お題は混乱難女の子と勝手に妄想を膨らませております。もし混乱が来た場合、現状の体験スタイルではどうしようもないので、その時救世主になっていただくべく、ラスタバンさんをゲットしていきたいと、思います。まあ、混乱のお題が本当に来るかどうかわかりませんし、最悪 S でなんとかできないこともできないと、思いますけどね。知らんけど、そしてもうお一方、分散ことイル分散も、ゲットしたいところです。普段の私ならただ周回に、特化したスタイルはスルー対象なのですが、今回はこれでもかと言わんばかりに特攻に、特化されたスタイル、こういうとんがりコーンなスタイル、私、嫌いじゃないんですよねー。まあ活躍できるかどうかは、運営さん次第でありますが、分散のロマンあふれるスペックに惹かれてしまったので、こちらもゲットしたいところでございます。ただ、天井までどなたともご縁がなかった場合は、ラスタバンさんと交換することにいたします。お二方をゲットできるまでに、セアトさんや新一面 SS の方々が来てくれたらラッキーと、そんな感じでガチャっていきたいと思います。それでは参りましょう。祝、2022年、福虎金河新年祭り、ロマンシングフェス、セアト編。まずは優勝ステップガチャから、聞くぞー。マコさんも仕事始めでございますな。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ギリギリ大きめの爆発ナッシング。はてさてどないでっしゃろか？セアトさん、来たー。新年早々マコさんがしっかり仕事をしていくスタイル。さすがマコさん、あんたはやるときゃやる男ですぜ。オスかメスか知らんけど。てなわけで、10連でセアトさんがご降臨。こんなに嬉しいことはない。現登場の証券の、お題では、駒不足で大変苦労させられましたからね。現登場に新しいのが、追加された時に向けて育成していきたいと、思います。マコさんが仕事してくれると、嬉しさ100倍ですな。続きましてステップ2、無料10連で20連目です。20連目で横切ったのはご長さん。さて、あとは中身の問題、ワンさんか分さんでよろしくです。椿、来たマコに負けじとご長さんも、仕事していくスタイル。ワンさんでも分さんでもなかったですが、20連目で椿ゲット。こんなに嬉しいことはない。魔女根絶やしとか物騒なこと言うんで、タリアさんでプレイしていた私は、気が気じゃなかったですよ。調べてみたところ知力が、高く、証券スタイルのデバッパーや、単体気絶薬として活躍できそうな感じですな。
またどこかでお世話になる時が来るでしょう。20連で SS2 体、いい感じの流れでございますな。続きましてステップ3、30連目でござそうろう。新年初のマコバにダブルクロス。今度は合わせ技できましたな。元祖熱い演出、しっかり仕事していただきたいところです。爆発ナッシングでしたが、はてさてどないでっしゃろか。ブンさん、来たマコバにダブルクロスもしっかり仕事していくスタイル。30連目でブンさんご降臨。こんなに嬉しいことはない。特攻で絶対殺すマンとしてブンブン活躍していただきますぞ。とりあえず早めにブンさんが来てくれてほっとしております。さああとはバンさんが来てくれたら完璧ですな。この流れでどうかよろしくお願いいたします。続きましてステップ4、無料10連でございます。40連目はノーペット。各編終了のお知らせでございますかね。ビッグは入りましたが、どないや。続きましてステップ5、ラストステップでございます。50連目。そして再びマコさん登場。さっきのマコさん、むっちゃ男前でしたよ。またマコさんのちょっといいとこ見てみたい。さあ今回もキックのみですが、さてさていかがなもんでございましょ。最低保証の S1 体だけでしたわ。なんてこったい。これにて優勝ステップガチャ終了。50連で SS3 体、しかも被りなし。流れはいい感じに来てますぞ。それではここから無償ジュエルの、ターン。続きまして60連目でございます。マコさんリターンズ、今度こそええとこ見せたってくださいね。見せられるかなぁ。でも最後までわからないのが、RS のガチャ？さあよろしくお願いいたしますぞ。再び最低保証の S1 体。マコさんええとこ見せられませんでした。続きまして70連目。今度は鬼面僧先生ですな。先生の仕事っぷり、しかと目に焼き付けておきますぞ。キックのみで爆発ナッシング。さて鬼面僧先生の仕事っぷり合いかに？妖精さん、来たー。さすが鬼面僧先生やでー。70連目で、新一面 SS の妖精さんゲット。こんなに嬉しいことはない。前夜祭のあなたには大変お世話になりました。いつの間にかパーティーからフェードアウトしてましたが、見たところ HP 満タンさえキープできればかなり仕事してくれそうな感じですな。
自分で回復することもできますし、悪くないんじゃないっすかね。70連で SS5 体、しかも被りなし。ここまでかなりいい感じですな。続きまして80連目。今回マコさんお忙しですな。さてさて今回は仕事するマコさんか、それとも仕事しないマコさんか、演出はキックのみ。はてさていかがなもんでございましょ。80連終了、折り返し地点通過でございます。どうでもいいですが王道の、勢いがすごい。続きまして90連目、横切ったのは鬼面僧先生。先生、どうぞよろしくお願いいたします。さてキックのみですが、それでも鬼面僧先生なら、続きまして100連目。そろそろ晩餐お願いします。再びマコさん。なんかマコさんと先生がテレコできてますな。さあマコさん、よろしくお願いいたしますぞ。記念すべき100連目の結果やいかに。100連終了、天井まで残り50連となりました。続きまして110連目。110連目はノーペット。なんかガチャの頂きがちらっと、見えた気がします。さあここから逆転はあり得るか。なるはやで晩さんいらっしゃい。120連目、天井まであと40連となりました。120連目は五兆さん。爆発きたー。晩餐来い、晩餐来い、晩餐来い。あなた、さっき来ましたやん。まあ突に使えるからええっちゃええんですけど、あなた、さっき来ましたやん。さてさて天井まであと30連となりました。130連目。130連目はノーペット。ガチャの頂きが今はっきりと、見えました。すぐそこってところまで来てますな。さあ残り20連となりました。140連目。ムクチャー来たー。ピックアップは確定。あとは晩餐を引き当てるのに。分散。
はい、いよいよ最後の10連となりました。これにて天井到達でございます。サクッと引いて晩餐迎えに、行ってきます。ノーラ、来たー。天井到達ではありますが、これは嬉しい誤算ですな。最後にマコさんが仕事して、ノーラさんゲット、こんなに嬉しいことはない。ここでバンさんが来てたら微妙な気分でしたが、これはある意味ラッキーですな。現登場でも活躍していたスタイルみたいですし、ノーラさんも育てていきたいところです。はい、それではメダルが150枚貯まりましたので、ちょっくら交換所に行ってきます。現登場の新しいお題に、混乱が来ることを待ちたいのだ。というわけで前半にピックアップ2体引けたものの、バンさんが降臨されずに天井到達。しかし、椿さん、妖精さん、ノーラさんの新一面 SS スタイル3体ゲット。150連で新スタイルを、6体もゲットできたと思えば、十分すぎる結果じゃないですかね。以上、祝、2022年、福トラキンガ新年祭り、ロマンシングフェス、セアト編。天井到達ですがコンププラスアルファで大満足の結果でございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。